あのね、フレア先輩はですね、あの、行くことはできるんだけど、なんか、もうね、すごい仲良しだと思ってるから、こういう機会じゃないと話せない人っていっぱいいると思うし、時間多分ギリギリだろうし、時間に余裕あったら行くけど、時間キツキツだったら、あの、いつでも話せるかな。あの、他のね、人たちと話しておいでっつって言ってくれて、そんな経緯がありました。フータン先輩は。フレア先輩はね、それぐらいもうね、仲良しだと思って、そして遊ぼうねって。もうね、言ってるんで。そうなの。じゃ、この話はね、つね、フレア先輩、ちょっとこの話は、しちゃいますねって。言ったんで、そう、言って OK なんですが。マジちょっとね、フレア先輩。フレア先輩とも話したいけど。確かにちょっと声を想定外ぐらい皆さんお越しくださって本当にびっくりしている状態なんで、お言葉に甘えて遊びましょうって言うといたから。そう。なんでね、遊ぶで。